市村龍太郎は日本のゲームプロデューサー。スクウェア・エニックス第6ビジネスディビジョン所属。自称、イッチー。日本大学法学部を卒業後、2000年にエニックスに入社。当時のドラクエ科に配属。その後、スクウェア・エニックスにてドラゴンクエストシリーズのプロデューサーを担当。2015年11月現在は、 第6ビジネスディビジョンシニアマネージャーという肩書きになっている。プロデューサーデビューは、プレイステーション版、ドラゴンクエスト4導かれし者たち。そのため、天空シリーズを好んでおり、中でもピサロがお気に入りである。リメイク作品として制作されたが、新要素も数多く取り入れ、ファミコン版にはなかった、第6章を追加した。だが、ファンからは批判の声が、 相次ぐ結果となった。その後、トゥーンシェードを採用して、新しい表現に成功した、プレイステーション2版、ドラゴンクエスト8空と海と大地とのロれレシ姫君のプロデューサーを担当。w i 版、ドラゴンクエストソード仮面の女王と鏡の塔にも、関わり、国内シリーズ初のイベントや戦闘にボイスを、導入した。しかし、評価は、あまりかしくなかった。 またシリーズ初のアーケードゲームとなったドラゴンクエストモンスターバトルロードのプロデューサーを担当。シリーズ初のマルチプレイ要素をはじめギネスブックにも登録され社会現象を巻き起こしたすれ違い通信も搭載した任天堂 d DS 版ドラゴンクエスト9星空の守り人でナンバリングタイトル2作目のプロデューサーを務めた。今作は海外版含めて 出荷本数540万本を突破した。すれ違い通信のおかげでシリーズ最高出荷本数を記録した。2011年12月にはオリジナル作品である超速変形ジャイロゼッターの原案、監修としてクレジットされていた。こちらもすでにサービスは終了されているが、スマートフォンアプリ、 ブラッド・マスクのプロデューサーも担当。2015年1月にスマートフォンアプリ、無限ナイツのサービス開始し、10月には、小林幸子をラスボスとして、ゲーム内に降臨させる、コラボイベントを、実施、250万ダウンロードを突破。無限ナイツのアプリ配信は終了されている。ドラゴンクエスト・ヒーローズ・闇竜と世界樹の城では、チーフプロデューサーを担当。 前述の通り、天空シリーズを好んでいるので4のキャラクターが多数登場した。2015年10月15日にサービスが開始された、スマートフォンアプリ、星のドラゴンクエストのプロデューサーを担当。CM には、市村自身大ファンでもあり、モデルの本田翼、お笑い芸人の加野秀隆を起用。過去には、出川哲郎、武田哲也も出演していた。ありがとうございます。